はい、連続の演題にしていただきましてご配慮ありがとうございます。こちらの演題も脳卒中学会の雑誌に掲載がアクセプトいただいたものです。まだ構成のやり取り中ではございますが、 COI ございません。今回は脳梗塞の血栓回収対応施設への転移搬送の DID 時間ということで検証させていただきました。そうですが、人口の少ない医療圏ではありますが、当院のみの救急施設ということで、脳梗塞が年間70から80例搬送されてまいります。背景です。当院のような血栓回収療法が施行できない地域の所領病院においては、転院搬送までの DID 時間短縮が求められておりますが、本邦における報告はほとんどございません。2018年4月、私赴任から、約3年間、当院救急外来で IC または MR 閉塞を伴う脳梗塞、分かりやすいように CT アスペクツ10点、血栓回収施設であればすぐに血栓回収チームを招聘するタイミング、あるいは、大きな市中病院であれば近隣の血栓回収施設にすぐ送るであろう症例ということですね。診断された25症例のうち、緊急転院搬送となった7症例を検証いたしました。これがスタディプロファイルになります。この7例、小6と少し症例の件数が違っていると思います。この6例目でありますが、95歳女性、症状が強くて、ちょっと回復無理なんじゃないかなと思いながら、転院搬送して、事務的な受診報告しか届いてこなかった方で、血栓回収できなかったものと判断しておりましたところ、今年になってしばらくぶりに、杖ついて外来にお越しになったということで、実は紹介状を拝見すると血栓回収されてお元気になられて、専門施設にしばらく通ってましたという方でございました。ということで血栓回収試行例が4例、中でちょっと症例3だけかいつまんで紹介します。70代男性で、バイスタンダー職場での発症で、すぐに搬送となった方です。CT では当然、アスペクト10点で、私自身が所領対応しましたので、緊急画像で CT 結果を踏まえて血栓溶解の準備をしつつ、ご家族とお話をしつつ、転移搬送の調整をして、MR 暗尿で M1 ディスタルが閉塞ですと、診断がついたとタイミングで、大学病院への連絡を取って、すぐにドクターヘリ転院搬送となったという方で、幸い術後 NIH 0点でドッポで戻っていらっしゃいました。これだけの、迅速に対応したつもりの症例でしたが、それでも100分超の DIDO 時間であったということであります。7症例の DIDO 時間中央値で140分でありました。日中が122分、休日時間外では144分ということでありました。で、これがどのぐらいかといいますと、欧米の過去の報告では、67例の検討報告で106分、130例の検討報告の中で85分という報告を見つけることができました。今回は140分中央値ということで、若干長いんですが、これは、当地の特性で MR 暗尿を必要としたということもあろうかと思います。遠方の別の医療圏に搬送するにあたって、エルボーの確認がやっぱり必要だろうということで、 MR 暗尿または CT 暗尿が必要だと考えております。それも含めて TSC、近隣 PSC との間で標準的な戦略の事前共有が必要と思われました。また先ほどと同様、DIDO 時間の延長の要因としては、転院搬送、当直代行医師の応召にかかる時間の要素が大きいというものでありました。最後ですが、血栓回収実施。施設がやはり県北部に必要であろうかと考え、準備を進めておるところです。以上です。